こんにちは。今回は虹ヶ丘食育ファームさんへお邪魔しました。雨と食事ということで、私たち洗える着物です。さあ、八重さん早く来ないかなと周りを見ております。私たちが頼んだのはこちら、スパイスカレー、10種類の野菜を煮込んだスパイスチキンカレーと、八重さんはハンバーガーのプレートを注文しました。他にもね、一汁七菜のプレートやデザートもあります。美味しさにこだわった無農薬の野菜を使ったお料理がここでは食べれます。さあ、私のスパイスカレー来ましたよ。さあ、ではいただきます。どんな味がするんだろう。スパイスカレー大好きなんですよね。いろんな野菜が入ってます。じゃがいも、人参、もちろんカレーの材料はもちろんトマトやブロッコリーなど、お野菜がたっぷりのカレーです。いただきます。さあ、お味はどうかな。カレーのスープもね、いただいたんですけど、これはちょっと酸味があって酸っぱい感じのスープでした。スパイスカレーの辛味とカレースープの酸味がちょうどよくて混ざり合って、美味しく最後までいただけました。さあ、これからどん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 私2倍速で食べちゃいます。パク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 、最後までいただきます。めちゃくちゃ美味しかったんですよね。お次はヤイさん、ハンバーガーのプレート。このハンバーガー、なんと豆腐のハンバーガーなんですよね。だから罪悪感なしのハンバーガーです。さ、八重さんもハンバーガーいただいちゃいます。かぶりつくですかね。いただきますね。かぶっていきましょう。かぶっていきましょう。いただきます。いただきます。おー、いっぱい入ってる。なんかもう野菜たっぷり、でも罪悪感なし。おいしそうなハンバーガーですね。たっぷり野菜だから、ヘルシーな感じ見えますね。いきます。いただきます。大口開けてるのを見たかったのに、紙で隠しちゃったけど、すごい美味しいって言ってます。さっぱりした味。さあ、ここから八重さんもパク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 食べちゃいます。お疲れ様でした。完食、完食です。キッズスペースも広くて、小さなお子様連れでもゆっくりとできます。また1階には東そなぎのお茶も売ってました。お隣には無農薬のお野菜もありました。とっても楽しめる虹ヶ丘食育ファームでした。